はい、皆さん、どうも、バルブです。はい、今回、超豪華なスペシャル企画、ご用意いたしました。皆さん、最近ちらほら聞こえてくるでしょう。平成最後というフレーズ。もうね、まもなくね、平成も終わろうとしているさなか、バンダマンの方でも、大勝負、一発やっていこうかなと思います。高額、福袋を今回ご用意しました。それがこちら。はい。まだちょっと箱から開けてはないんですけども、多分この中には福袋が入っていると思われます。はい。福袋。今回ね、トレコロさんでね、発売しました。福袋、購入させていただきました。ちょっと商品のご案内ですけども、ちょっと商品紹介ですかね。一口、6万円の福袋と。いうことになっておりましたけども、まあ、実際なんか表示ミスみたいな感じで、金額は5万円でした。はい。で、今回、12セット、12袋、はい。限定販売ということでして、1から12まで、まあ、番号が振り分けられておりましてですね、まあ、トレコロさんなんでね、全部ラインナップがバッと、もう出ております。1から12まで、番号を振られておりまして、その番号ごとにですね、商品のラインナップがすべて書かれております。はい。まあ、一等、まあ一番ですかね。一等が、まあ、大当たりということになっておりまして、これがどれぐらいのか、10万円相当かな。はい。一等が10万円相当のものが入っておりますと。まあ、一等、一応紹介しておきますと、まあ、アニバーサリーレジェンドコレクションワンボックスと、あとは書き下ろし新規カード20シークレットコンプリートセット。うん。これレジェコレのあれかな。はいはいはい。20のシークレットコンプリートセットね。あとは、これはね、リメッションかな。リミットエディションの、はい。初期の、一番初期のやつね。エディション1の未開封セット。遊戯、海馬、城之内のあの3袋ね。はい。のパック。がセットの入った、のが1等となっております。それが10万円ぐらいですね。はい。で、まあ2等もアニバーサリーレジェンドコレクションかな。はい。3等からね、ちょっとよくわかんないんだよね。クロニクル覚醒の書ワンボックスとかね、ちょっとよくわかんないね、ちょっとバンダマンにはちょっと不明な商品もまあ、ちらほらね、3等以降入っておりますんで、まあそこら辺はちょっと、開けてみないとわかんないんですけども、はい。まあ、なんとなんとと、いろいろと、もうすべてのラインナップが紹介されておりますので、ぜひ、ご確認ください。はい。では、早速、平成最後の福袋、開封していこうかなと思います。皆さん、このね、もうアングルで、ちょっと下に、カメラを下に向けてですね、そのまま、見せていった方が、多分、わかりやすいと思いますんで、大きな大物になりますんで。はい。ちょっと、アングルを、下にずらします。テーブルの方で。はい。ではですね、箱の方、開封していきたいと思います。どんなものが入っているのでしょうか。どういったね、梱包になっているのか、ちょっとわかんないところもあるんですけども、非常には楽しみですね。平成最後。何回も。うん、何回もこのフレーズつけてくれる。はい。使ってくれ。このフレーズを。はい。ドソッと。はい。開けまして。あ、こんな感じですね。はい。新聞紙が貼られまして、あ、トリコロさんの領収書が入ってる。ああ、請求来やがれ。あ、こんな感じですね。はい。福袋と。なっております。あ、もうこれね、ほんと一発見たらもう、だいたい何等かわかるんですよね。ラインナップが書いてあるから。だから一つ出しただけでだいたい分かってしまうようなものにもなってしまうかもしれません。では、開けていきましょう。いざ、封印、解きます。なんだろう。こう開けるのか。いやー。福袋っていうか、なんか赤い袋なのかなと思ったけど、うん。これ、このシールが福袋だったね。シールが貼られただけの福袋だ。はい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 。さあ、じゃあもう水にね、取っていきたいと思います。さあ、何が来るのであろう。ん？ちょっと待って。これもう一発でわかるじゃん。
全部ね、梱包されてます。なんだ、クッションで。全部、こう、まとめて、梱包されてますわ。なんでこれ一発でわかるタイプ出すわ。ああ。はい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 。もう一発で見せちゃえということですね。はい。いきます。じゃあ、最後の大勝負。一口5万円の商品は、これだ！え？わかんないか。これじゃちょっとわかんないな。ちょっと開けてみよう。でもね、なんかでもボックスが2つついてんだよね。うん。ボックスが2つついてるってことは、これレジェコレだろ。レジェコレ2つ。レジェコレ2つついてるわ。うわー。これはちょっと待てよ。レジェコレ2つ？ちょっと待てよ。レジェコレ2つはちょっとやばいぞ。危ないぞ。レジェコレかー。ちょっと待て。何番の商品だ？レグコレ2つはちょっと。ちょっと待てよ、おい。あんまりよろしくないんじゃないの？あれ？2等？ちょっと待ってください。これやばいかもしれない。もしかしたら2等かもしれない。ちょっと開けてみますか。レジェコレが、はい、1つ、ワンボックスと、もうワンボックス、はい、2箱。で、ちょっと待ってよ。これがちょっとやばいぞ。これ、皆さん、これもしかしたらっていうかもう、あれなんですけど、2等の商品かもしれない。2番の商品かもしれない。ちょっともう大体わかるわ。うん。てかもうラインナップ見とるさかな。うん。大体わかるわ。ちょっと待ってよ。切ります。はい。これあれだな。この梱包あれだわ。うわ、ちょっと待って、マジでやばい。いきます！せーの、はいだ！あ、これ逆。せー、バンダー！やばくね、これ。未開封だよ。はっはっはっは。うわー。なんと、ワールドチャンピオンシップ2018の未開封の、はい。レターなの、これ。未開封セット？あー。そうだよね。封筒付き。これは、2等の商品で、計8万5千円の、はい、商品になっておりますね。はい。爆発です。2番です、2番。ゲットしました。やった。うわー、マジか。ちゃんとカード入ってんだよ。あ、カードもちゃんと入ってますわ。違うカードじゃなかった、ないと思いますけど。やばっ！来ちゃったよ。はい。ちゃんと封もついてます。はーい。ということで、はい。平成最後の、福袋、トレコロさん、全く、もうほんと望みはあまりなかったけども、期待もしていなかったですけども、ありがとうございます。これで、まあ、今年、新年度、また、新たにね、復活していけそうな気がしますんで、滅びてたのかっていう話なんですけど、はい、どんどんね、向上していきそうな気がします。これで、吹っ切れました。ありがとうございます。ではね、こちら、最後までご視聴ありがとうございました。また、こんなね、大博打、1年後か、わかんないですけど、2年後になるか。たまにやろうかなと思いますんで、よかったです。本当、福袋。また皆さんもね、ぜひ、平成最後になる前にね、挑戦してみてはいかがでしょうか。では、最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、また、バンダマンの、ご視聴、お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。